さんこんにちは。前回はまとめの第1弾としてメロディーとベースを一通り演奏しました。今回はイントロとアウトロ、そしてバッキングを足してより華やかになるように完成を目指しましょう。イントロは4小節ですが、4小節目からメロディーが入ってきます。この時、メロディーの方を強調したいので、イントロのボリュームは少し控えるようにしましょう。それでは一度弾いてみたいと思います。次はアウトロについて説明します。アウトロは曲のエンディングにあたります。どのように曲を収めるか、様々な形がありますが、今回はイントロの形を引用して作っていきたいと思います。メロディーの最後の小節から4小節、イントロのリズムを弾いて、最後は E フラットマイナー9のコードで、指を鍵盤に滑らせて演奏するグリッサンドと、音を何度も反復させるトレモロを入れて、華やかに締めくくりたいと思います。それでは一度弾いてみたいと思います。それでは、もう一度弾いてみたいと思います。それでは最初からゆっくり通して弾いてみましょう。今日のレッスンはいかがでしたか？全10回にわたるテイク5はこれで完成です。おめでとうございます。次回は新曲になります。12月は特別な企画を用意していますので、その後になりますが、ぜひお楽しみに。それではまた次のレッスンで。See you next time!